どうですか？散々流しまくったんですけど、ダメですね。餌は1回1匹、餌を1匹ずつ向こう上げるよね。ちょっとでも食われてればね、はい、ヘビがやばい。うん、こんなだもんね。あと100メーターぐらい。はい、さあ、なんかついてるでしょうか。あ、ついてるよ、ついてる、ついてる。同時にかな。はい、1匹目。同時ですね。これは記録ですか？じゃないですね。とりあえず1匹目、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。なんですかね。でもとりあえず1匹目は。でかい。あ、でかいですね。これはナゴか。はい。系ですね。にしては太いですね。ありがとうございます。いい、ありがとうございます。大ダコだったらどうする。さあ。当たりがあってちょっと巻き上げたら予想以上に重さがあったようで、ロッドキーパーが固定されてたのが曲がっちゃいましたね、下に。あと70メーターです。さあ、ついているんでしょうか。でも引かないですね。ヌタウナギとかかもしれないですよ。ヌタがいっぱい。あと50。はい、さあ、前にも行かねえしな。はい、あと30。暴れたりもしないですもんね。もうかかってねえのか。さあ、上がってきます。
カマス、クロシギ。結構でかくない？シマガツオ。全然暴れなかったな。もう一匹いますか。シュズリだね。はい。クロシビシマガツオ当人ですね。おめでとうございます。さあシーラカンスでもかかりましたかね。今回またお極みにしてみました。少しは可能性が上がるかな。さっきどうでした？なんかつついてみてぐちぐちやってる感じありました。髪跡とか狛犬がいるんじゃない？優馬くんにはできない三周釣りしてしちゃいましたから。どうですかね。もうすぐ。ついてるね。夢かさごかな。夢だよ。夢かさごやりました。2尾目。ありがとうございます。何がありましたね。さあなんか多いです。いやちょっと大きくなったんじゃない。ちょっと大きい。メダイとかじゃない？あ、まだ釣ってない。あの黄色の浮き袋のやつ。電気ウナギじゃない。ビリビリではないです。さあ何ですか。サバとかだったら笑っちゃいます。サバ上がりますね。はい。なんか重たいっすね。じゃあ、ムツじゃねえの。極みでこんな騒ぎならないっすか。さあ、何が上がってくるでしょうか。下になんかあサバだ。サバ。やりました。はい、ということで帰ってきました。お疲れ様です。お疲れ様です。いや今日はうねりが終始やばかったですね。日焼けもすごいしね。はい。
それではちょっと釣果の方を見ていきたいと思います。私から、はい、まずは、三角の当人ですね。子供ですね。一匹目です。そしてまだいるんですか。まだいますね。お、長いですね。これはホラアナゴかイラコアナゴか、どっちかですね。はい、まだいますよ。まだいます、はい、次は何でしょう。次はシマガツオですね。そうですね。これは途中でかかったんですか。そうですね、3匹一緒にかかってきた一つです。はい、目綺麗ですね。まだ、そうですね、まだ西野くんの瞳のように、綺麗なのが映るかな。茶色いんだね、なんかね、はい、外人だね。一億やっていくよ、ね、そしてまだいますね。ヌルがついてます、ね、ヌルがついてます、ね、決して怪しいじゃない。はい、はい、で最後かな。最後に3匹一遍に釣れた中の大きいですね。カマス、黒シミカマスですね。炭焼きですね。大きくないですか。結構大きいですね。60近いありそうですね。これが3匹一緒についてます。そう、これとエチオピアと当人が3匹でセットで、はい、深海3種。今日はサメはゼロですか。今日はそうですね、今日はサメの餌も持ってこなかったんで。これで完璧ですね。今日は全部種類が違いますね。そうですね、なかなか1、2、3、4、5、深海五目釣りを達成したって感じですかね。こんな感じでした。本日は、はい、はい、次は西野くんです、はい、本日の釣果は、今日ちょっと餌をイカ丸々とサバ1匹とかサバ半分で大物狙いしたんですけど、見事に全て不発でしたね。どん滑りでしたね。はい、ということで、その1匹つけたやつが多分かじられて小さくなったのを当人ですね、当人が食ったみたいです。これが一番最初に釣れました。ベビーサイズですね。はい、目飛び出て、はい、飛び出てました。はい、続いて、はい、次はあとは後半、オキアミを使って浜大ジカですね、はい、餌を釣りました、ね、これは深海サバですか。はい、深海サバですね。220m ぐらいですよ。次の時の餌になる予定ですね。はい、なんとか餌確保という、はい、まあ、今日サバ使ったんで、まあ、プラマイゼロ、ちょっと小さくなったかなっていう感じで、船代は出てませんけど、マイナスです、ね、そしてオキアミエサですね。こちらも夢かさですね。夢かさ、ね、本来ちょっと逃がしたかったんですけど、飲んじゃっててね、エラとかにかかっちゃってたんで、みんなリリースサイズだったよね、はい、してれば全部夢かさごちゃん。三兄弟ですね、はい、三姉妹ですかね。そうかもしれない、はい、ということで僕はこれだけですね、はい、ほとんどがオキアミの釣果という。そうだね、非常に厳しい戦いでした、はい、当たりが全体的にちょっと、そうだね、当たりある魚が釣れなかったね、はい、確実に分かるようなね、はい、ということで、はい、また次回リベンジということで、はい、次は赤いの釣れます。そうですね、はい、それかサメを。サメ狙うと釣れないんですけど、僕は狙ってないですから今日、はい、次は何狙われる。次はどうしようかね。次は一応でも赤ムツ狙いに行くんですよね。はい、そしたら、まあ、そしたら赤ムツ品目あたりが欲しいですね、はい、
ちょっと水深違うから若干そうですね、まあ、今日みたいにちょっとうねりがきつくないといいんですけどね。今日はきつかったね。はい、もう操船も大変でしたすぐ船回っちゃうんで、ね、釣り船も多いしね。はい、行きたいとこ行けなかったからね。はい、あと行きにはすごいサプライズがありました。そうなんですよね、カジキ。はい、あれをね、なんとかしてかけたかったね。はい、イワシ投げたんですけど逃げられました